オリド学ぶは、千葉県船橋市出身で、神奈川県在住のレーシングドライバー、マックスオリドとしても知られる、映画だ。自動車整備の専門学校を卒業した後、自動車雑誌、カルボイ取材のドリフトコンテストで頭角を表し、初代グランドチャンプとなった後に、バンドを正明率いるバンドを紹介に入社し、21歳の1991年より、 富士フレッシュマンレースの7600クラスでレーシングドライバーとしてデビューした。マシンは AE86 レビンの N に使用で、周囲はベテランドライバーばかりだったため、よく目の敵にされたとビデオオプションで語っている。翌1992年にはシリーズチャンピオンを獲得。1993年にはフレッシュマントルフィーレースインスズカの N2 から1600クラスに、 AE92 レビンの n に使用で参戦、スポット参戦ながらシリーズ3位を獲得。1994年からはスーパーシルビア n にレースに参戦。1995年と翌1996年に連続してシリーズチャンピオンを獲得。デビュー当初は土屋慶一を継ぐポストドリキンとも呼ばれ、横浜ゴムの開発ドライバーを務めていた土屋が、 ブリジストンに移籍した際は、その後継ドライバーとしてオリドが抜擢される。ジャロックのランボルギーニがやると全日本、GT 選手権には1996年より参戦し、最初は GT300 クラスで日産、シルビアを借り、翌1997年にはシリーズチャンピオンに輝いた。その後、2000年には土屋エンジニアリングより GT500 クラスに参戦。 2002年サードに移籍し、2003年は第7戦にて GT500 初優勝を飾った。2004年に再び土屋エンジニアリングに復帰し、2005年には開幕戦で優勝を飾った。2006年は土屋エンジニアリングを立ち上げた土屋春夫の息子である土屋武とコンビを組んだ。2008年より再び レーシングプロジェクトバンドから GT300 クラスに参戦し、2009年に12年ぶりのシリーズチャンピオンに輝いた。2011年にジャロックに移籍し、ほぼ毎シーズン優勝を含む表彰台を獲得し、安定した速さを見せた。しかしタイトル争いに絡むことはできず、2018年3月、所属していたジャロックから離脱したことを自らの Facebook で明らかにした。 同月19日、GT500 クラスに、レクサスチームウェスポートバンドとして参戦する、レーシングプロジェクトバンドの、エグゼクティブアドバイザーに就任することが発表された。また横浜タイヤを知り尽くしていることを買われ、同年第5戦、富士500マイルにて、エープリルの第3ドライバーとして、トヨタプリウスをドライブした。JGTC にデビューした1996年から、 N1 対9にも参戦し、2005年には ST クラス1のシリーズチャンピオンに輝いている。全日本ラリー選手権に参戦するオリドの86-2004年には、ルマン24時間レースにチョロ級レーシングより、ポルシェ911で、クロサー・ハルキ、西沢・和幸と参戦。総合12位、GT クラス2位に入った。2005年からは、D1 グランプリにも参戦。 2013年2月には横浜市続き区にプロ用ドライビングシミュレーターを備えたレーシングドライバー向けトレーニング施設として 130R 横浜をオープンした。また富士スピードウェイなどでレーシングドライバー向けのトレーニングを開催している。近年はラリーにも散発的に挑戦している。86バイト RZ1 メイクレースにもトミー。 スレイシング・ウィズ・クローズ・エクスプロード代表、竹村智美、松島エリとのコラボチームにて初年度から参戦し、未経験者ばかりのレーシングチームにもかかわらず、優勝を果たすなど周囲を驚かせる結果を幾度となく起こすさらに人気男性音楽グループ1、ドラフトとのコラボを実現し、ワンウェイをチーム応援オフィシャルソングとして、迎え来いも各レースに参戦予定です。 2013年画像レーシング86、BRZ レース結果第1戦富士スピードウェイ12位、第2戦スポーツランド菅生10位、第3戦鈴鹿サーキット16位、第4戦岡山国際サーキット21位、第5戦都勝スピードウェイ第6戦、オートポリス3位、第7戦、ツインリンク、モテギ優勝年間シリーズ成績5位公式、応援ソング1、ドラフト、 ワンウェイ11月13日発売、ダイヤモンド世界で一番、硬い石 C、w 3戦を振り返っても初年度最終戦の、モテギサーキットにおいて一人で、車両整備をシーズン通して行ってきた、BTS 代表で、メカチーフであった、小林秀隆との涙の抱擁は忘れられない、シーンである。 h t t p s w w w a t p r e s s n e j p c d n a m p p r o j e c t o r g 2 w w a t p r e s s n e j p 0 5 4 3 b 1 j p g デチグランプリでは、2001年から2004年までは、土屋圭一、鈴木キマノブと並んで審査員として活躍していたが、2005年初頭に開かれた、東京オートサロン2005の D1 表彰式にて、今年から選手として、D1 の舞台に参加すると発言し、この年から参戦を開始した、ベース車両は、トヨタスープラだが、この車の元々の姿は水没車であり、解体や行き寸前のところで、 彼が拾い上げベース車両として再利用した。そこから土屋エンジニアリングでロールバーを入れオートプロデュースボスで手掛けられたエンジンを積んでいるアメリカカリフォルニア州アービンデールスピードウェイで行われた開幕戦は本来乗るはずのマシンがまだ完成しておらず暫定的なマシンであったため単走一回戦敗退だったがシーズン通して 感想進出率100%と安定感を見せた。東京、お台場特設ステージで行われた第2戦では、2003年のシリーズチャンピオンであり、2004年第5戦から連続決勝戦進出記録を更新し続ける、アペックスワークスの松田 RX-7 を狩る、今村洋一を序盤のベスト16で下す波乱を起こし注目を集めたが、 続く AE86 に乗る上尾勝博との対戦においてデフブローでリタイアしてしまった。宮城県スポーツランドスゴ本コースで行われた第3戦では予選1回戦を突破したが続くベスト16で RE アマミアワークスの RX-7 を操るスウェナがマサオと対戦した時に2本目でスピンを喫し敗退した。第4戦の大分県。 オートポリスを欠場した後に迎えた第5戦エビスでは、HKS のボアアップキットで 3400cc 化、下に JZ GTE とボアアップ化による低速域でのレスポンス低下を防ぐために、ホリンジャー製のシーケンシャルミッションを新たに搭載すると、土曜日の予選を乗り慣れていない中で何とか通過し、日曜日の本戦で1回戦を100点で通過した。 その勢いのまま追走でも活躍を続けた。まずベスト16で2004年のシリーズチャンピオンであり、オークワークスの日産、フェアレディゼットを軽みきリュージを下すと、レーシングドライバー対決となったベスト8で、HKS ワークスのトヨタアルテッツァに乗る谷口、ノブテルと対戦し、彼の大きなミスにより、自身初のベスト4進出を決めた。ベスト4では、b r の日産。 スカイラインに乗る手塚剛と当たる。一本目は6、4となったが、二本目で接触したことが原因で、手塚が定を激しく、ウォールにヒットするクラッシュを追った。オリドの反則負けかと思われたが、彼がオーバーテイクを決めており、決勝戦進出で自身の持つ最高位記録を塗り替えた。その決勝戦では、今シーズンすでに三勝を上げ、土屋慶一の個人事務所、 K オフィスに所属する、日産、シルビアを操る風間やスユキとの顔合わせとなった。両者とも全開でつなげようとしたが、後から振り出した、オリドの方が、ウォールに、右リアを激しくヒットし、コントロール不能となった、スープラは、審査席前のスポンジバリアを突き破り土手にクラッシュし、オイルクーラーがパンクしてしまった。それでもルーキーながら、準優勝を勝ち取った。ちなみに、 決勝戦に入る前、準決勝でのクラッシュが元ですでにバワステが故障しており、普通であれば決勝をリタイアするようなダメージを受けていたが、それでも出走を続けた。第6戦の静岡県、富士スピードウェイでは、自身初のシード権を獲得して乗り込んだが、走りが地味という厳しい評価を受けて一回戦落ちを喫してしまった。すでに最終戦は、不出場が確定してしまっているため、 ここで彼のルーキーイヤーは幕を閉じた。また D1 で乗っていたスープラもマシントラブルが多発し、最後は第6戦後に移送中、大型トラックに追突されてしまい廃車となってしまった。2006年5月にモータースポーツコムのイベントでカラーリングスペックがほぼ同じ2号機を復活させたが D1 には参戦していない。一部では審査基準の問題点を谷口伸晃と共に 苦言を呈したのを事務局側が心よく思わなかったことが直接の原因であるとも言われている。また一説には、単に2005年の D1 のスープラの改造と故障、クラッシュで予算が足りなくなっただけとも言われている。2008年3月頃から復活の噂が囁ささかれ、はじめ、第一戦恵比寿南のブリーフィングに、谷口信照と共に参加し、参戦を表明する。チームは、 スーパー GT と同じレーシングプロジェクトバンドからの参戦。マシンも GT と同じレクサスイズ350をベースとした車両で挑んだ。この年は第5戦のオートポリスにスポット参戦のみとなった。その第5戦では出来上がったばかりのマシンのためマシントラブルが発生し修復は難しくリタイアという結果となった。2009年は GT でのドリフトデモランや dtod などで使用していたアリストを d1 のレギュレーションに合わせ参戦した。2010年にはマシンを再びスープラに戻し参戦を続けている。2011年もスープラで参戦。第3戦、オートポリスでは d1 初優勝を飾った2012年はスープラからトヨタ86に変えて参戦。エンジンをノーマルの fa20 からレクサスイズ F に搭載されているニューアールグスを チューニングしたものに乾燥されている。開幕戦こそ完成したばかりの状態ということもあり、エンジントラブルが出たものの、徐々にマシンの熟成が進みコンスタントにポイントを獲得した。2013年は、マシンはそのままであるが、エンジンをシボレーコルベット用の V8 エンジンへと変更したことで、さらなるパワーアップを行っており、第4戦では2位となった。2015年10月15日、 自身のブログにて D1 グランプリ引退を表明。最終戦では86がエンジンブローで走れなくなりリタイアしたものの、翌日開催されたワールドチャンピオンズのフィナーレとして86に変わり、持ち込まれた RS、R スープラでメモリアル追走を披露した。 h t t p a m e b l o j p b l o g o r i d o r g e n t r y 1 0 9 5 5 8 3 5 5 3 7 h t m l オリド細川がジャロックから離ー立つ。<occurs> 今年のスーパー GT は、著名ドライバーが続々不在に、オートスポートウェブ、ハットレクサスチームへスポートバンドが、オリド学部を、 エグゼクティブアドバイザーに起用、オートスポートウェブ東日本大震災の影響で、第1戦、第2戦のダイバが延期となったためオートポリスでの、第3戦が、実質上の開幕戦となる。ただし、追走1回戦の途中、悪天候により追走は打ち切り、単走での順位を、総合順位として採用されたため、ハーフポイントとなった。谷口信てるドライバーズコラム第11回プロの、レーシングドライバー。 ありがとうございます。